こんにちは、高久美子です。今日の動画のテーマは、体重が減り始めた時こそやっておくべきリバウンド防止策ということでお届けしていきます。よく聞く話が、痩せたけれどもリバウンドをしてしまって、ダイエットを始めた時の体重以上の体重になってしまったっていうこと。あとは、痩せたり太ったりをもう何度も繰り返してしまっていて、万年ダイエッターのような生活になってしまっていますっていう方、よくいらっしゃるんですけど、そういった方たちが、今一度何か新しいことにチャレンジをして、徐々にまた体重が減り始めてますっていう時に、一度立ち止まって確認していただきたいことがあります。で、あとは、美食のマイスターの1級の受講生さんたちも、60日食事レポートをスタートして、だいたい1ヶ月ぐらい経ってくると、ほとんどの方が体重がこう減ってきましたっていう方が出てくるかなと思うんですけれども、そういった方たちもぜひ参考にしていただきたい内容です。で、何かというと、体重がね、こう減り始めてきた時に、一度立ち止まって確認しておきたいリバウンド防止策が何かっていうと、2つあります。まず1つが、今の方法で辛さ、ストレスは何もないですかっていうこと。今の方法で辛さやストレスは何もないですかっていうこと。そして2つ目が、今の方法を一生続けていけますか、続けていきたいと思いますか。この2つです。で、なぜなら、今、この方法で期間限定で頑張って成果を出しても、続けなければ、その効果っていうのは持続しないわけですよね。これ、わかります？すごく大事なことなんですけれども、例えば、私は、看護師、保健師、国家資格っていうものを持ってるんですけれども、まあ、4年間学校で勉強して、たった1回のこの試験に向けて、もうこの4年間の学びをぶつけるわけですよね。で、4年間の中で体のこととか栄養学のこと、薬のこと、法律のこと、精神のこと、生理学のこと、いろいろ学んでくるわけです。で、それをぶつけるのが年に1回ある看護師国家試験と保健師国家試験っていうものがあるんですけれども、今、その時の知識が完全に残っているかって言ったら否なんですよね。4年間の学びはいずこへって感じでもすからかんに忘れていることがたくさんあると思うんですけれども、それはなぜかって言ったら、その学びを今の私が継続していないから、その時に学んだ知識ってものを使っていないからなんですよね。これをダイエットに置き換えるとどういったことが言えるかっていうと、例えば、炭水化物抜きダイエットをして体重が8キロ落ちました。炭水化物抜きダイエットをすると、まあ、大体皆さん8から10キロくらい3ヶ月で落としている方が多いかなって思うんですけれども、この場合、炭水化物を食べ始めたら元に戻っていく可能性って非常に高いですよね。あとはよくあるのが、まあ、今流行りのスポーツジム、パーソナルトレーナーさんについてもらって、スポーツジムに通って、アドバイス通りに、まあ、筋トレマシーンを使って、だいたい筋トレやってる方でも、そうですね、3、4ヶ月で8キロから10キロくらい落とされている方が多いなというイメージなんですけれども、この場合も筋トレをやめたら元に戻る可能性って非常に高いわけです。まあ、実際それで元に戻ってしまって悩んでいる方が非常に多いんじゃないかなと思うんですけれども、今やっていることで未来って作られるわけです。なので、今体調が悪かったり体型に困っている方たちでも、今から行動を変えれば、その行動の積み重ねで未来っていうのが変わっていくので、今成果を出していることを続けていきさえすれば、今と同じ結果が出続けるっていうことなんですよね。だからこそ、今せっかく成果が何かしら出ているのであれば、なおさら確認しておくべきことがこの2つ、今の方法で辛さやストレスは何もないですかということを確認すること、そして2つ目が、今の方法を一生続けていけますか、続けていきたいと思いますかっていうことなんですよね。なので、この2点を今成果が出ているところで一度立ち止まって確認をしてみてください。
美食のマスター1級の受講生さんであれば、おそらく個別コンサルの時に、その辺はね、しっかり確認しているんじゃないかなって思うんですけれども、やっぱり特に過去にダイエットとかを頑張ってしまった方っていうのは非常に頑張り屋さんが多いですね。頑張り屋さんが多いので、自分の本心を押し殺してこう講師に遠慮していないかなとか、無理にこう100点満点の食事レポートにしていないかなとか、本当はもっと完食をしたいのに自分に嘘ついてしまってないかなっていうところを今一度向き合ってみてください。やっぱり自分の本心に嘘をついた方法を選択していると、必ず後で反動が出てくるんですね。完食ゼロっていうのは多分一生やるっていうのは無理ですから、これまでたくさんの方たちにお会いしてきましたけれども、完食に全く興味がないっていう方は本当に数名だけです。食べることが食事が大好きだから余計なものを入れたくないっていう方、本当に中にはいらっしゃるんですよね。あとはアルコールが好きっていう方で、甘いものには全く興味ありません。美味しい、おかずとか美味しい食事とアルコールを楽しみたいんですっていう方も中にはいらっしゃるので、そういった方はいいとして、甘いものが好きとか間食が好きっていう方は、自分のこう気持ちに素直になって、メリハリある食生活を楽しんで成果を出し続けていただければと思います。楽しんだらリカバリーをしていくっていう形で、こう我慢とかストレスを抱えるために生まれてきたわけではありませんので、上手に、付き合っていく、楽しんだら、しっかりケアをするリカバリーをしていくということで、きちんと自分の体をケアしていくこと十分できますので、自分に嘘をつかない方法を選択していかないと、元の状態に戻りやすいですよということをぜひ頭に入れておいてください。はい、ということで、今ですね、何かしら良い方向に変わっているっていう方たちは、頑張りすぎないで今の方法がこのまま継続できるのかどうかっていうところをぜひチェックしてみてください。はい、今日は以上になります。ありがとうございます。